早速借りを返してもらいましょうかね、ジルク君。何させるの？裸で逆立ちとか？それもいいな。そこまでして金が欲しいの？この主戦だ。鏡見ろよ。俺はなあ、この度のことはすみません、クラリス。今さら遅いのよ。私はずっと待っていたのに。あなたの前で嘘をつくのが嫌でした。どうして私じゃダメなのよ。自分でもわかりません。美形だから綺麗に聞こえる気もするが、要は面倒だから会いたくなかっただけじゃねえか。私はもうこんな男とは関わらない。お前には、男爵には感謝している。俺もジルクが気に食わなかっただけですから。ありがとう。あなた性格はひねくれているけど優しいのね。